Guys, welcome to my YouTube channel. आज फिर मन यहाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु. आजको भिडियो चाहिँ त्यही अगाडिको मजा आफ्नो स्कुल पढ्दाखेरिको भिडियो जुन चाहिँ निहोङ गएको भन्छ. त्यति बेला चाहिँ म रेक्यो म घुम्न गएको बेला डिज्नी ल्यान्डको केही क्लिप्सहरू खिचेको थिएँ. त्यो भिडियो चाहिँ म हाल्न गइरहेको छु. これは Buddha ですか? Lord Buddha. Buddha. Lord Buddha. 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 Thank you.
待って待って。ねえ、サム、このお守り本物だったんだね。すごいパワーだったよ。皆さんもいかがですか？今なら100個まとめて買うと、あのゾウがついてきます。さて、文明世界に戻ってきました。ジャングルで過ごした3週間いかがでしたか？さっきださ、あっという間だったね。それは楽しかった証拠ですよ。またジャングルクルーズの旅に参加したいという方、ありがとうございます。いつでも遊びに来てくださいね。それと最後に、これからもジャングルの仲間として自然と仲良くしていてくださいね。店長後藤からのお願いでした。これからボートはすごい通路に入っていきます。安全のためボートから手やお荷物はだと、あの私が竹山先生、はい、右手にいるリスみたいな小さい動物、あいつはプレーミーパタティと言って、西部ではあちこちで見かけるんですよ。どんなにタフな開拓者だって、あの小さくて可愛い動物を見たら思わずにっこりしちゃうでしょうね。寒い、はい、ネパールでも寒い、ネパールでも今も寒い、寒い、はい、プリー、プリー、あープリー、先生、何プリーね、プリー場所、プリー場所、さて、クリッターカントリーにやってきました。後でここで乗りましょう、乗りましょう、あ、はい、森の小さな動物たちがたくさん住んでいる。ここ終わったら、あとね、終わって、はい、終わってから、このチケットを買います、はい、買うというかもらいます。彼らはとても親しみやすくて、ここを訪れればいつだって温かく迎えてくれます。見てください、にぎやかな西部の街が広がってます。カーボーイや牧場主、それに多くの開拓者がこの街に立ち寄って、生活に必要なものを買ったり、食事や音楽を楽しんだりしてるんですよ。皆さん、この辺で一番大きな金鉱、ビッグサンダーマウンテンに近づいてきました。ここでは金が見つかってから、なぜか奇妙な事故が次々に起こるようになってね。今ではよっぽど勇気のある開拓者しかこの山に入ろうとしません。それからあれです、恐竜の骨が見えますよね。あの骨はまだこの山がゴールドラッシュでにぎわっていた頃、鉱山鉄道の建設中に偶然出てきたものなんです。あ、先生、これ本当の？嘘。実はこの山の周りでは他にもいろいろな種類の恐竜の骨が見つかっているんです。つまり人類の祖先が誕生するよりずっと昔、この辺りは巨大な恐竜たちが支配する世界だったんです。で、そこしだねで、ね、思い出はいいねばんですね。5人で種は少ないから。でも寒くてお店になったり、あれ楽しいよ、楽しい。それでは乗ったことある？さらに時間を遡る、はい、まだ先生まだ、皆さんをある特別なところにご案内することにしました。じゃあ乗ろう、じゃあ乗ろう。息を潜めてどうぞお静かに。それからフラッシュ撮影はいけませんよ。恐竜に出会わせては大変です。写真撮っちゃいけないんだって。
ありがとうございます。